皆さんこんにちは。今回は、ある恐怖画像について追加情報を入手したので、それについて検証していきます。1年ほど前、ある恐怖画像の出どころについて紹介する動画を出したのですが、元ネタだと思われる写真があるらしいのです。皆さんは、こちらの画像を見たことがあるでしょうか？病院のような場所に、白目の女の子の幽霊が映る画像です。1年ほど前に、この画像の真相に関する動画をアップしましたが、見ていない方や忘れた方のために少しだけ振り返ります。ぬいぐるみのようなものを持っており、足がないとても不気味な女の子です。海外では、見続けるとノイローゼになるという文章とともにこの画像が貼られていたり、チェーンメールのような存在だったようです。この画像、世界中でネット初期の時代から恐怖画像として有名なもので、今まで真相はわからないままでした。しかし、画像をよく見ると、ある特徴に気がつく人は多いかもしれません。赤と緑の線のようなものが写真に写っていることがわかります。これ、よく雑誌についてきた 3D メガネで見ると、立体的に見えるという仕組みを利用した画像の特徴とよく似ています。では、何かの雑誌に掲載されていたものだったのではないか、と推測ができますが、長年この画像の出どころが発見されることはありませんでした。しかし、ある時、韓国のブログにこの画像が掲載されている雑誌が紹介されていることが判明しました。この本には 3D メガネも付属しており、これで立体的な恐怖画像を見てみようという雑誌だったようです。本には、あの恐怖画像がそっくりそのまま掲載されており、やはり 3D 用に作成された画像であることがわかります。他のページにも同じ幽霊が使われていたりしているため、この雑誌の制作会社が独自に作った画像である可能性が高いと思われます。この雑誌は1994年に出版されたもので、だいぶ古い雑誌となっており、ネット初期からこの画像が流行っているというのも実績に一致します。というわけで、この恐怖画像は韓国の雑誌に掲載されていたものである、という結論で終わったのですが、ある本に、この画像の元ネタに関する奇妙な噂が掲載されていました。今回はそれについて検証していきます。恐怖画像の真相を暴くというような本に、この画像の真相が掲載されておりまして、この本によれば、ドイツの写真家が作った反戦画像、であると紹介されています。詳しく説明すると、1940年代に活躍したドイツ人のカメラマンがおり、当時の独立戦争で命を落とした少女を痛み反戦の意味を込めて作成した芸術作品だと書かれています。元となった少女の写真と、うっすらあの幽霊が写った写真が紹介されていました。写真の場所はインドネシアの病院で、幼くして亡くなった少女の無念を伝えるのが目的だったそうです。この話が事実であれば、こちらの写真が元ネタであり、韓国の雑誌が加工して掲載していたことになります。また、元となった女の子の写真も掲載されており、名前はカリン・マーレン。という方だそうです。この恐怖画像、さらに元ネタがあったのか、と思って詳しく調べてみることにしたのですが、確かにこの写真を紹介しているサイトはあります。ただ、このサイトに書かれていることが非常に現実離れしているんですよね。要約すると、呪われた人形を手にした女の子が自分の母親の心臓を食べて、最後は病院の火事で亡くなってしまうというものです。で、最後にドイツ人の写真家がこの火事になった後、回収された病院を撮影したのがこの写真だったという話です。確かに登場人物の名前は、あの本に紹介されていたものと一致しているのですが、話がだいぶ違います。また、もう一枚女の子の写真が掲載されておりましてそれがこちらですが、1940年に撮影したと思えないほど高画質な写真になっています。ちょっとこの噂に関して怪しくなってきました。女の子の画像を調べてみることにしましょう。
本に掲載されていた全体が映った方は画像検索でもほとんど情報が出てこないのですが、こちらのドアップ顔写真は出どころがわかりました。ウィリアム・ロップさんというフランス生まれの芸術家の方の作品だったようで、他にも似たような作品が掲載されています。で、こちらの全体が映った方も同じ方の作品である可能性が高く、ウィリアムさんのサイトを見てみるとやはり同じ画像がありました。ウィリアムさんですが、1960年生まれなのでそもそも1940年に撮影された写真であるということもデマだと思います。ドイツ人の写真家が撮影したものであるという話自体も嘘だったということは、反戦活動の目的で撮影されたということまで、全部デマだということになってしまいます。また、こちらのうっすら幽霊が映った画像に関してですが、2002年に霊の恐怖画像を検証するサイトにモンタージュ写真として似たような画像がアップされています。おそらくこれらの画像を使って、真相だと紹介していたのかもしれません。独立戦争云々の話も、日本語で書かれたサイトが全くないので、おそらく海外のサイトを参考にして書いたのだと思いますが、先ほど、紹介したサイトも、かなり適当に読めば戦争で亡くなった女の子と解釈できなくもないです。独立戦争の話は出てこないですが、女の子が火事で病院で亡くなる描写があるのと、ドイツ人写真家が出てきます。おそらくですが、元画像と思われるものを発見して経緯についてはある程度持ったのでしょうね。というわけで、今回、発見した恐怖画像の元ネタに関する新情報はデマであることがわかりました。確かにこの女の子、あの恐怖画像の幽霊と立ち方がなんとなく似ているようで、確かに元ネタっぽいんですよね。しかし、カリン、マーレンという女の子が病院で亡くなったということもないでしょう。よかったです。では、結局元画像はあるのか、という話ですが、やはり韓国の雑誌の制作会社が作った画像で間違いないと思います。別の写真にも同じ幽霊が登場していますし、他にも似たような白目の幽霊が登場していますので、当時のデザイナーのセンスで作られたのでしょう。いかがでしたでしょうか。真相は変わらずでしたが、ちょっと興味深い情報があったので紹介しました。本だけ見るとちょっと信じてしまいそうになりますが、おそらくデマだと言っていいかと思います。